スーパースイープという会社で、ゲームやアニメのサウンドの制作をやっています。細江です。この KDJ っていうのはこのコンパクトなもう持ち運びできる状態の中にこの音楽の何でしょう、今まであったその作曲補助みたいなものではなくてもうゼロから作れる音色の本当にこう欲しい細かいところから作れるっていう機能が入ってるんで、これを持ってこう移動中に作曲したり音作りをするっていうことができるのは結構重要なんですけども、できたりこれをこのままあの DJ に持ってって演奏するとかそういう遊びもできますし、非常にこう可能性の大きい、そしてこういろんな人にも使えるようにできてる音楽的に楽しいマシンになってると思います。そうですね、オーソドックスなその従来のこういうもの、まあ同じものはないんですけど、シーケンサー、ポータブルのシーケンサーみたいなもの過去にあったんですけど、まあ、それってなんか組み立てるあるものだけを組み立てて終わるんですけど、これってゼロから作れるっていうところがすごく面白くて、まあ、特に別にそれに特化してるわけじゃないんですけど、ダブステップだったり、まあ、ダンスシーンの音楽の細部のこうギミックのところから作り始めるっていう、もうパーツを作るっていうこともこうなんでしょうね、電車に乗りながらでもできてしまうっていうのはちょっといつでもどこでもこうダンスミュージックとか、まあ、これをクラブとかに持ってって実際にこのまま演奏するっていうのも面白いでしょうし、こうそれがこう誰にでもできるようになるっていうのは非常に面白いんじゃないかと思いますね。もし自分で使うとしたら、僕は昔のゲームから作っていたんで、どちらかというとオープンな環境よりこういうコンパクトな環境で制約があった方が面白いっていう感じるところがすごいあるんですけど、チップチューンじゃない、もうチップチューンの領域は超えてるんですけど、こう何でしょう、作り込むっていうのはすごい面白いんで、まあ、短いループとかこの中でこう作り込んでいって外に吐き出すとか、こう素材を作るっていうそういう使い方もできるんじゃないかな。とりあえずこの中に全部その音の必要な何でしょうね、細かいところからこう一番外側の枠まで全部入ってるんで、音楽これからやりたいっていう人にもこう触ってもらえれば、こう何でしょう、この中からだんだんこう音楽を作るっていう楽しさを結構早い段階でこう知ることができるんじゃないかと、そういうおもちゃって言っちゃうのか、うん、楽器だと思います。もうここから発展していって、まあ他の大きなシステムで音楽を作っていくのもいいでしょうし、まずここから踏み出していくっていうのは非常にいいことだと思います。